ました。こんばんは。こんばんは。昨日は握手ありがとうございました。ありがとうございます。高大さん。マッチさん、リコちゃん、セリアさん、ありがとうございます。顔の体操してるの違います。ほっぺたが光ってるなって。表夏祭り楽しかったそう。よかったそう。今日縁並べでみちと2回やっ、ん？みちと当たったよ。お、イエイ。まさとさん、みるさん、こじこじさん、くま、ありがとう。瞳が輝いてる。ほんとキラー、ありがとうございます。シートベルトいい感じやってます。こんばんは。タケトさん、クマ、ありがとう。ありがとうございます。そう、リップの色がね、今日のメイクいいね。本当ですか。いわちゃん、ありがとう。くるます。そう、車配信はいつも近いんですよね。さっき東京に着きました。早っ。お疲れ様です。お疲れ様です。みちゅです。やっほー。眠い。おやすみ。いまだに今村美月倒し、何が、どれが、称号の話。お疲れ。機会があった時行きたいです。花火見た。今日食べた一番美味しかったものは何、塩焼きそば。うう、初めまして、ありがとうございます。ぜひフォローをよろしくお願いします。裏寝りした、ありがとう。ハーフティーン可愛かった。やった。砂ぼこりでドロドロになったけど、いい夏の締めくくりだった。本当ですか。大変ね。大丈夫、頑張れ。りょうへいさん、まさとさん、ありがとうございます。いや、今日夜配信できると思ってなくてさ。ともりんさん、ありがとう。できると思ってなかったんですよ。そう、受験。はにかみくん、ありがとう。やばい、お腹がひそかになってる。そうそう、受験。朝
今日の夜はできませんって言ってたんですけど、できましたね。リコちゃん、セリアさん、ダムさん、カイト君、ありがとうございます。そう、明日の弁当作り終えたら、弁当自分で作ってるんですか、偉すぎ。朝やばかったですね、お腹の音がね。エルケイはイエスさん、ライデンさん、デサイズハートさん、トモリンさん、イワちゃん、タクゾさん、ありがとう。なんかさ、このリンゴ飴にもなんかポーズみたいなのつけたいですよね。みちパイセンだいぶ楽しかったです。やった、こんばんは。こっそり見に来ました。あら、こっそり。昨日の握手会ありがとう、ありがとうございます。としひろさん、ありがとう。朝寝過ごした、あ、そっか、よかった。じゃあたくぞさん、はるさん、こじこじさん、ありがとう。リンゴヘアすれば、それは難しいよ。デサイズハートさん、ありがとう。だって飛んできて、飛んで飛ばしてくださった瞬間に、あ、ピュってこと、ピュってつまめばいいのか自分で。いやいや、ここは確かにそうだね。おやすみ。朝も夜も水さん見れて僕は幸せです。やった。昨日道デビューしました。昨日道デビューでした。ありがとう。おー、名札つけてきてくれましたね。こんばんは。さっきのライブめちゃくちゃ楽しかったです。よかったです、見つけました。そうそう、こんばんは。4時起き、頑張ってください。マシマシで行きたかったけど並んでたからやめた、諦めた。今度来てください。やめたか。あら、お疲れ様、楽しかったよ。ありがとうございます。今日はもう、きょうちゃん、りょうへいさん、ありがとう。上野ジョイヤさん、ありがとう。昨日握手ありがとう。好きだ、元気出た、 Thank you。 歌大体。ヒデニャンさん、ありがとう。すぐゴーゴー言ってる。めっちゃ今星がいっぱい来た。星ありがとう。皆さん、星が上から降ってきた。流れ星や。なんで？止めてたからですか？めっちゃ上から降ってきた。未知の蓮が気になってしょうがない。あら、来てくださいよ、ぜひ。そう、上からこうシュッ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 って来た。なんで？
1話作るんだけど、嬉しい。何色がいい？ピンクか紫。可愛かった。うざ、メイクさんにも調べたりしてね、やりたいのをね、見つけてね、やってみたんです。そう、ミチレーンの剥がしやりたい。なんでおもろい。なんで、クルリンパスティック持ってなかったんですけど、今日メイクさんに髪していただいたんですけど、ヘアメイク、そう、クルリンパスティックでクルリンパしてもらいました。そう、びっくり、そんなものがあるんですねって。世の中すごい。しばっちゃん、しばっちさん、ありがとうございます。そう、似合ってる。今村さんマルチそういうことやねねえ。そう、渡したいと思います。今日メイク薄め。嘘、濃いめって言われたけど、目がわかんない、変えてないんですけどねって感じです。こんばんは、ありがとうございます。今日すごい汗かいた。アイラインね、今日は黒です惜しい。今日は黒なんです。いつもは茶色使ってるんですけどね、今日は黒なんですよ。車久しぶり。うん、チークはほとんど見えない。本当ですか？今日チークいつもよりはね、濃いめにしましたみんな全然違うこと言うやんけでも取れたのかもしれない。黒も取れて茶色っぽくなってるし、チークも取れてなくなってきてるのかもしれない。フーがモバメで送ってきたツーショットめっちゃ勇気あった。うそ、もらってない、見てない。なんだろう、後ろの席でも見つけてくれるのさ。私の推しサイリウムカラーがピンクと紫って言ってるんですけど、それをつけてくださってる方とか、うちを持ってくださってる方とかだったらパッとね、まあそれはそうなんですけど見つけれるんですけど、なんか会場によってはね、 STU の会場、まあ、STU だけじゃないとだと思うけど、なんかスモークがすごかったり照明とかでね、奥まで見えない時があるんですよね。その時はごめんなさい。でも見つける、絶対皆さん見つけたいと思います。いつも握手会期とかショールームとか来てくださってる皆さん、今日茶色です。あ、間違えた、今日黒です。でもちょっと茶色にした上っていうか、そう、
そこの話か。うん、アイシャドウは今日ねピンク。植木さん、翔さん、ありがとう。え、目の上赤いっすか。え、すごい赤いです。あ、それは分かりやすい。そう、スピンじゃないですよ。50、ありがとう。皆さん星も上でも見つけてますよ多分私ね。アピールしてないのに見つけられたっていう方いらっしゃいます？今までいるでしょう。こじこじさん、上野さん、ありがとう。そう、ゆうすけさん、のってりやさん、ありがとう。ブチブリが終わったんですね。みちみち、まあまあ、はーい。嘘嘘じゃないでしょ。めっちゃ美肌になってる。絶対見つけてやる。絶対に見つけてやるぜ。あれです。あれですから。今村。なんてお疲れ様でしたって言った。あれです。今村スナイパー見つけですから。絶対見つけるぜ。そうでしょ。そう、目が良いんですよね多分。開いてないよ。落ち着いてない。今はなんだっけ、あれを入れてます。石油、ガソリンだ。ガソリンって石油だっけ。石油か。そうそう、ロックオン、そうだ、ロックオン。そうそうそう、セルフガソリン、それ。あ、石油じゃないんですか。英語の発音いいよね、ほんとに。直哉さん、松前くん、ありがとうございます。英語の発音は結構ね褒められてました、中学生の頃から。4歳3歳、幼稚園の時になんか英語の教室行ってた気がする、私の記憶が正しければ。だからかな。というコスモ石油。あら、今から
洗車するっぽいんですか。やば、大阪結構前の時期だ。おー、よかった。やばい、何配信だこれ。しまっちさん、ありがとう。めっちゃ喋るじゃんって、面白い。初めてうちは作ってみます。私の、お願いします。テロップ洗車なら確かに。ワイヤレスイヤホンね、めっちゃいい、本当にいい。やばいやばい、来るぞ来るぞ。